よっしゃ、オッケー、ラティ。どうも、ビデオゲーマーです。こういうキャリア、コメントリー編、続きやっていきましょう。今回は、ワトフォード戦やっていきます。で、前回ですね、試合後に、まあ、優勝したようなパフォーマンスしたんですけど、多分ね、もうあの時に優勝決まってたんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、残りの試合数見たりして、勝ち点、まあ、計算したりしても、まあ、もう優勝は決まっているので、まあ、ホームですし、トロフィーを掲げるんじゃないかなと思うんですけどね。うん。で、FA カップも決勝に行きまして、またトテナムとやるんですけど、まあ、カラバオカップもトテナムで、FA カップもトテナムで、で、リーグ戦もトテナムと優勝争いしてて、まあなんか、トテナムがすごいライバルみたいになっているんですけどね。もう何回トテナムとやるんだっていうようなね、感じになるんですけど、まあなんとか、ね、もう優勝はほぼ決まっているので、優勝して、トロフィー掲げて、国内2冠達成してね、最後の FA カップ優勝して、キャリア終わりにしたいと思います。で、今回のワトフォード戦のスタメンなんですけど、フォワードにコンバートした、パーマをトップに、で、オジョ、エイモス、スキップ、ハーパー、で、ハロップ、マックイン、ローズ、ラティ、で、ボルトン、スティアです。で、ベンチはコリンズ、シンプソン、コイキ、ウィリアムズ、ロールズ、スミス、ロバーツですね。まあ、パーマがどんな動きしてくれるのか、非常に楽しみなとこなんですけど、で、センターバックのラティもね、冬に獲得して、まあ、動きもそんなに悪くないので、センターバックでちょっと起用してみようかなと思います。スタメンでね。で、先日もちょっといじりまして、5つだったんですけど、幅を両方、6つにしました。で、指示も、ワイドの裏に抜けるとか、フォルス9にしてたんですけど、ミックスアタックに。で、左サイドが自由に動くですね。にして、で、右サイドが中へ切り込むですね。前は裏に抜けるようにしてたんですけど、中に切り込むにして。で、オーバーラップの、で、エイモスが自由に動くで。で、ハーパーが前に行くにしてます。ってな感じです。じゃあ、試合の方ね、やっていきましょう。Derek Ray, and joining me for commentary as always is Lee Dixon. And looking forward to bringing you action from the Premier League coming right up. It's Coventry City up against Watford. Yeah, really looking forward to this one, Derek. Excite me. Come on, let's see some entertainment. まあ指示とか戦術変えたから、まあどんな感じ動くかですね。あ、いいよ、いいよ、いいよ。あ、止められた。まあまあ、悪くない、悪くない。なんか、パーマー、ロバーツ、あと誰だろうな。ウグモのツリートップみたいな。惜しい。We can go to Alan McAnally now for news of a goal in the Wolves game. Alan. It's a goal for Manchester City. It's been scored by Raheem Sterling. Powerful header that gave the keeper no chance. 23 minutes played. 1-0. Many thanks, Alan. Might jump in front. Might. And there it is. Amos, いいとこ通した。 1-0, and they'll feel they deserve it. いやー、起用が当たりましたね。トップのね。コンバートしてどんな動きするかちょっと楽しみだったけど、うん、いい動きしてるんじゃないかな。いやー、エイモスのやっぱな、パスがうまいんよな。ハマった時の、ハマってない時とんでもないけど、ハマってなかったもとんでもないんやけどな。5ゴール目、オッケーオッケー。センターバックは全員釣り出されたらダメだろう。さすがに無理だろう。
はい、後半やっていきます。流れが悪いまま後半にちょっと入ってしまったけど、よっしゃ、オッケー。よしよしよし、パーマあれじゃないですか、ワンゴールワンアシストじゃないですかいやー、いいな、いいですね。あ、彼もゴールですね、王者もね。おっとっとっと、あ、それはナイス。あ、まずい。あ、ナイス。あ、そう、あ、踏んで。ナイス、コーナー選手交代しよう。よし、ロバーツ入れるぞ。パーマナイスでしたよ。さあ、得点をかかっている、ロバーツ入れましょう。よっしゃ、オッケー、ラティ。オッケー、オッケー。ナイス、ナイス。Well, we can see it again here. What a lovely inviting cross into the danger area that was, and that's a good header. いいクロスでしたね。It's a lovely finish. これはいい選手を取りましたよ。ルートの時もいたんですけど、能力が全然上がらなくて。使わずに終わっちゃったからな。やっぱセンターバックで使った方がいいんだな。OK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 。ボルトン。ハラッ。Now what can they do from here?Roberts. Good defending to prevent the chance. Teammates in the middle. ハンドじゃね？よしよし、いいよ。Well, not deemed to be a bookable offense, but still it probably entered the referee's mind. ロールズ入れましょう。あー、ハンドですね。これは誰に蹴らしますか？これやっぱロバーツに蹴らすべきだろうな。うん、いやー、どこ蹴る？止められそうな気がするけどな。あ、よし、オッケー。あー、なんかドキッとした、今。あら、あ、よし、オッケー、勝った。よし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 。トロフィー掲げる？あ、すんごい感じで移動してきたけど。瞬間移動みたいな感じだけど。はい。まあちょっと日程進めたんですけども、まあバンリーの前も記者会見がないし、まあ優勝した感じのパフォーマンスだったんですけど、またトロフィー掲げることもなく、なんか、何見たっけな、
トロフィー掲げないバグもあるみたいなのがアップデート、それが治ったみたいなアップデートの内容があった気がするんやけどな。どうなんだろうな。バーンリー戦で掲げるんだろうか。まあちょっとわかんないんですけど。まあとりあえず次回バーンリー戦も取りますかね。でないとちょっとわかんないですね。もうどう考えても優勝決まってるんですけどね。わかんないな。やっぱ最終節なんかな。でもアウェーやしな。まあちょっと、やっていきますか。ちょっとやってみないとわかんないですね。はい。じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ではまた次回です。じゃあね。バイバイ。